先月の私の株式投資の収益、がプラス600万か700万円の間ぐらいだったと思います。詳しくはですね、私のツイッターの数日か1週間前ぐらいのツイートをご覧ください。何回かね、ツイートしています。ここでね、まあ今、スクショ貼ったりとかめんどくさいんで、まあそういう収益を出していますよと。で、その自慢をしたいわけじゃなくて、自慢はまた別のところでね、やるときはまあやろうかなっていうふうに思ってるんだけど、まだ利確してないんで、ね、含み益っていうのはあくまで幻だから、ね。で、じゃあ、含み損はって言ったら、含み損も幻だよね。はい、プラスであれマイナスであれ利確してない損切りしてない以上やっぱり幻なんですよ。じゃあ皆さんね、含み益がいいのかプラスの幻がいいのかマイナスの幻がいいのかどっちですか？それは当然プラスですよね。はい、プラス600万とか1000万とかってなってるって言ったら、まあ、それは利確してないけど、利確はポチって押したらできるわけだから、はい、だけどまだ利確してない、それは僕の投資判断。それはプラスの含み益があった方がいいよね。これから株価が下落に向かっていくんだとしても、利確してそこでね、また今度は買いを入れることもできる。だけどね、今、ほとんどの方々はマイナス食らってると思うんですよ。つまり、含み損を抱えてる。ね。含み損がどんどん、要は投資した評価額、証券口座のお金のね、総額いくらってあるじゃないですか。円表示で。あれがどんどん日に日に減っていくの。日に日に減っていくから株価が下落して、そしてその株価が安くなっているから、だから買いだって言って飛びついてバーゲンセールって言って買うわけですよ。で、買うっつってもね、無尽蔵にお金が湧き上がってくるわけじゃないんで、自分の手持ちのね、どっかの、まあ、銀行の口座かどっかわからないけど、そっから現金引っこ抜いてきて、それを、投ずるわけですね。どん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 キャッシュをね入れていくことになると。ってことは自分の預貯金が減っていくってことになる。現金キャッシュがね減っていくってことになる。で、僕はどうですかって言ったら、僕はもともと余剰資金でまず一発目バンと入れて、そこで遊ぼうってことで、でもしねそこで面白くなってきたら追加投資ってことも考えたんですけど、はい、だけどまあ今ね、まあこのようにプラスのね収益が出せているんで、プラスが出せているんで、まあ特に追加で何かっていう必要ないのかなって、はい、いうことで、まあ今一発目入れたお金でただ遊んでるだけです。はい、なので、まあ最終的にね、まあこれがどうなっていくのかわからないけど、まあ最悪別にね消えてしまっても構わないような余剰資金でやっているんで、そこは別にね、まあやるだけやるけどね。だけどまあ今はプラスになってると。はい、そんな中ね、まあ評価損がどんどん、まあいわゆるその評価額がどん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 株価の下落とともに減っていき、でそこで買い増しチャンスとかね、まあ、買い場だのバーゲンセールだの言ってどんどんキャッシュを突っ込んでいくという、これはね非常に危険だからやめましょう、ね、そういうことをしている方々で、そしてね、まあ、そういうことをしている俺かっこいいみたいな俺かっこいいみたいな、そういう感じでねドヤ顔でやってる方々いるんだけどね、あのね今ね、今このまあ今日はね5月1日だけど、この状況で、キャッシュをどんどん入れて買い増しをしている方々は投資を分かってない、チャート分かってない、はい、分かってない。こういうところでね、後々明暗がね白黒がはっきりつくんですよ。で、結構ねそういった方々がね声を大にして今チャンスですっていうふうに言うから、だからねタチが悪いんだよね。うん。でそこを、まあ、昨日もちょっと話したけど真に受けてしまってる。影響力のあるね、人のいいこの人が言うんだから、人間として信用できる器のでかいこの人が言うんだから、だから間違いないだろうなって、だから私もお金突っ込むね、自分の全資産のまあ6割7割8割じゃあね今が買い増しチャンスなんだからって一括投資しようみたいな、これはね本当にね僕から言わせれば何も分かってないし、非常にね浅はかな人生のね、まあ、ひょっとしたらね、まあ、今後を左右しかねない、うん、道を踏み外しかねない、行動だと思うんで、これはね本当に控えてください。私は、さっき、冒頭で言いました通り、投資でね先月も成果を出しています。ただ皆さんと、その投資の仕方が違う、ね、皆さんとその買い方っていうのが違う。でそれをねじゃあ教えてくれとかって、まあ、別に言われてないけど、だけど、それを言うとまたおかしな勘違いされるし、そもそもね、うん、じゃあこの銘柄をこのタイミングで買ったらいいよっていうふうに言ってもなかなかそれって難しいんですよ。
日々変化する値動きっていうのを読まなくちゃいけないし、人それぞれねリスク許容度っていうのもあるしね。だからこれやっときゃ大丈夫ですよ、あなたお金持ちになれますよみたいなことってないんだって。だから僕いつも言ってるけど、勉強しなさいと、一研究員になりなさいと、うん、一研究員になってどんどん学んでいけば、いかにねインフルエンサーとかそういうそこら辺の界隈でそこそこ有名で、もしくはね大御所の人たちとかが言ってることが、うん、まあテクニカルチャート的にねそれはおかしなことを言ってるのかっていうのがわかる、うんね、ビュー数が、まあ、1万とか10万とか回ってて、いいね数が1000とか2000とかついてて、いやこんだけね多くの人たちに支持評価されてるんだから、それは間違いないだろうっていうふうに思ってしまうところが、これねお金を左右する自分の資産を溶かすとか増やすとかっていうこの瀬戸際で、そこの判断の材料としてその人 YouTuber の数字があるから、だから、OK だよねっていけるよねみたいな判断するのは非常にね危険です。はい、僕は影響力ないけど、だからね昨夜言ったんだけど、今朝かな言ったんだけど、その発信者の数字で決めるなと、その人の投資の結果で決めろと、運用実績どうなんですかってね、まあ、今までどうだったのか、今月どうだったのか、今現在進行形でねその人は勝ってるのか、うん、っていうところ、ここがね非常に重要なわけですよ、うん、でそれで判断すべきだし、そもそもですよ、誰かさんがじゃあ勝ってるからその人の真似するのかって言ったら、主体性も何もないよね。自分で考えるってことをせずに、ただ第三者の情報を鵜呑みにしてって、まさにそのことで、自分で勉強したんですかって、うん、いうこともやってないと、ただこの人がこれ買えばいいから、だからね儲かるからって言って買ってるんですって、そこでね、まあ万が一それで勝ったとしても、じゃあ次勝てるんですかって、次の次また勝てるんですかって言ったら、まあそれはねそうラッキーはうまく続かない、何度も続かないってことになっちゃうんで、結局、まあ、相場に飲まれてしまう、焼かれてしまうってことになる。はい。ですので、お金持ち、ね、お金持ちになりたいんだったら、やっぱりね、真正面から向き合うしかないですよ。何度も何度も言って、夢見がちな人たちの夢を奪ってきた僕は。ね。うん。僕がね、そうやって言うとね、まあ、夢も何もないじゃないですか。だけどね、それがね、結局現実なんですよね。はい。現実、その人が結果を出してるのかどうか。おそらくだけど、ね、買いを推奨してる人たち。今、米国株で、まさに今ね、買わなきゃどうすんのって言って、買いを推奨してる人たち。その人たちは、ものすごくね、今ね、評価損抱えてるんですよ。ね。幻かもしれない。で、先々はね、それはね、急上昇して、うん、価値を見るかもしれない。だけど僕はどうですか、今僕はプラス収益なんで、だから株価がある程度下がりきったところでそこに突っ込む、そしたら全然また運命の差ができるでしょ、うん、だから、まあ、こう言っちゃ悪いけど、そういうね、まあ、有名かなんか分かんないけど、そういうインフルエンサーの人たちより私の方が一段上のステージにいるのね。だって結果出してるんだから、登録者が少ないとか関係ないからね、ビュー数が少ないとか結果が全てなんだからね、ビジネスとかこういう投資っていうのはね。でそこで僕は結果出してる、そういう人たちっていうのは出してないけど、まあ、とにかく根性論で買い増しね、今ぐっとこらえてガチ欲しましょうって。今5月ですよね、僕は1月の時点でもう損切りしてます。はい。みんながこうバカにする失禁売却みたいなね、別におもらししてないけど、だけど普通にロスカットするんですよ。ロスカットできない投資で成功するのは長期右肩上がりのずっと上昇トレンドっていうね。はい。そういう場合は、まあガチ欲してもいいし、で、ちょっとこう落ちた時、短期的にね、1ヶ月ぐらいちょっとだけ下落して、いわゆる押し目って言うんだけどね、その押し目の安いところでチャンスって言って買う。これは全然問題ないです。だけど今はね、そういう時じゃないよ。今はそういう時じゃないよ。トレンドがもうとっくに変わってるんだからね。だから今でもまだ押し目買いの、バーゲンセールですって言ってそこで飛び込んじゃダメだからね。はい。いやこれはね本当にね、目を覚ませっていう風に僕が言ってもなかなか目を覚まさない。はい。いわば宗教みたいなもんだなっていう風に半分諦めてんだけど、僕の言うことがどんだけまあ
信用できるのかどうかっていうのをどういうふうにね、まあ、これ伝えようかなって言ったら、もう僕のね株の運用実績で示すしかないなと、はい、今のところ思ってます。少なくとも僕は多くの方々が損している中で僕はプラスの、はい、まあ、先月はプラス600万か700万ぐらいなんですよね。うん、まあ、これが一つの証拠でもあるし、うん、で多くの方々はみんな損してるからね、ほとんどの方々がマイナスで、そこでチャンスって言ってもうね強がってんだよね、あれ、うん、これ押し目じゃないもんだって。ちょっとした押しだったらね、そこでね、まあ、資金投入するのはわかる。だけどさ、1月からずーっと落ちてんだから、ジグザグと落ちてんだから気づかなきゃね。だけどやっぱりね、2020年とか21年の成功体験みたいなものが完全に頭に染みついちゃってるから、頭に染みついて、その成功体験っていうのがね、今安いから買い時、株っていうのはねって、安い時に買って高い時に売るんだよみたいな、うん、そんなもん知ってるよ、知ってるけどね、じゃあそれがね全て通用するのかって、うん、言った時に非常に今危険なんで、今そこでね大金を投資するのはものすごくね、長期的に、長期的に毎朝ねスマホの画面を見て、証券口座のねお金を見て、あー今日もまた減ってる、また今日も減ってるっていう、そんな日々をね半年とか1年とか、うん、どれだけ長期化するかはわからないけど、うん、そういう下落の階段をね降りながら、でそして評価損というのをね毎日拝みながら、でそして嘆きながら日々を過ごしていくことができますかということなんですよ。僕ね1月からどん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 声を大きく大にして言ってるけど、なかなか気づいてくれないんで、いい加減目を覚ませと。僕はちゃんと、成果出してますっていうね、でそれは、もうちょっとねちゃんとねキャプチャーをねしっかり見せろっつったら、言われたら見せるし、うん、僕嘘つかないから、そこはちゃんとやってる、うん、そんな人間が僕が言ってるんだから、だから、僕のこの言葉を信用しろって言ってんじゃなくて、疑いを持てということね。少なくとも今買い増しチャンスって言ってる人が多いから、だから買いだよねって、そこを盲信して買いを入れるっていうのは非常にねそこは危ういし、それはちょっとどうなのかなって、僕みたいな影響力のない人が、だけどね実績を出している人がこういうふうに言っているんだから、いやちょっと待てよって立ち止まる、でそして自分で勉強してどうなのかなっていうことを調べて、でそこからでも全然遅くない。はい、確かにね安い時に取得単価下がるしね、うん、最初にこう一発目でエントリーする人にとっては、これから投資する人にとってはね、今っていうのはそれは数ヶ月前より安いですよ、割安感っていうのはある。だけどね値頃感とか割安感で投資しちゃダメなんですよ。その後どういうふうに値が動いていくのかってね、あらかたやっぱりそのシナリオというかね、可能性っていうものを見た上でやっぱりお金っていうのは投資していかなくちゃいけないということなんですね。で先のことはどうなのかってそれは分からないけど、だけど皆さん初心者の方が分からないって言ってるレベルと僕の分からないって言ってるレベルはちょっと違うからね。それはだって僕研究してるから、うん、だからとにかくねやりたいんだったら、真剣にやりたいんだったら勉強してください。じゃないと大きく稼ぐことはできない。そういう風にできてる、うん、何も考えないライトな人たちがとことこのこのこね参入してきて、でそれでね、まあ1年後にやるか分かんないけど大きく儲けて、でいずれは送り人みたいな、そんな簡単にうまくいくわけがないじゃんって僕がね毎回言うから、なんかねみんながこう楽しい夢を見たいのにね、でその夢を奪うようなすごくなんかこう悪役を買って出てるようなね、水を刺してるような気がしてすごく嫌なんだけど、だけど大きく資産をね溶かしてしまったと。例えばまあ退職金でね1000万2000万みたいな資金があって、でそれをまあそういう YouTuber にそそのかされて年始に一括投資して、でそれがもう半分になってしまったよとか、レバレッジのかかった投資信託なんてね、あれすごく危険だからね、1000万とか突っ込んだら今現時点で多分ね2倍レバだとね多分40何パーとか下がってるから、まあ550万とかさなってる可能性ある。これからもっともっと減っていく可能性もあると。うん、そんなことできますかって、うん、老後に向けてさしっかりとさこう貯め込んだお金っていうのをね、そういうふうに、それこそ超無駄遣いじゃないですか。無駄遣い何にもなってない。
だからね、本当ね、僕すごくね毒づいてるようだけど、結構何度も繰り返し言ってることっていうのはそれなりに真剣に言ってるんだよ。なのでちょっと上から目線かもしれないけど、いい加減ね目を覚ましてください。はい、今は株の買い時じゃない。はい、株の買い時じゃない。新規一括購入っていうのは非常に危険ですね。はい、精神的にもね、ひょっとしたら人によってはね、病むかもしれない。病む人は、じゃあもう損切りしようってね、まあそれは救われるかもしれないけど、たちの悪いのはなんかね、下落体制が無駄にある人、値動きとかよく分かってもいないのに下落してもね別に平気だよって、うん、なんかほら根性論じゃないけどさ、ガチ法能力だけは強くてね、うん、で細かい難しいことは分かんないんだけど、とにかくねずーっとこう持ち続けて、あーもうこんなん全然屁でもないって言ってる人ってね、結構ね危ういと思う。はい、でそういういわゆる情弱みたいな人たちが、まあ温度をとってね、で情報発信をしたりとか、でそれを聞いて、うんそうだなそうだなって、ガチョウだなって、握力高めていきましょうみたいな感じでさ、どん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 資金減ってるのを見てると、いやもうほんとね、ほっとけないなって思っちゃう。せめて僕の認知する関わるような人たちはそういう風になってほしくないなっていう、そういう思いがあって、うん、でじゃあね、僕が今までね株で実績はどうだったのかとか、そういうことも思われるし、うん、このよっちゃんっていう人はね、まあそういう投資のことをやめろとかって言ってるけど、この人って信用できるのっていう話でもあるから。カメラとかそういうものについては一定の信用力あるかもしれないけど、株とか投資についてはそういうものないから。だからせめてものね、僕の運用実績というのを見せて、せめて今評価額というのがこうプラスになっている状態でね、はい、まあその実績をもとに僕は断言する。今株は買うべきじゃないと。皆さんがやるような投資信託とかね、特にレバレッジかかってるような商品を今新規参入でポンって買うのは非常に危険だからやめた方がいいと、はい、いうことを、何度もね、まあ今まで申し上げてきたんだけど、再度、はい、皆さんのお金なくなってほしくないからね、うん、念押ししておきます。はい、それはね、お金みんな稼ぎたい、お金欲しいですよ。お金があればね、自由なことができる。旅に行ったりとかね、好きな車、食べ物とかね、まあ何千万とか1億とか2億とかあったら、ほら家とかも買えるじゃないですか。うん、全てが変わるよね。うん、だからお金ってやっぱ欲しいわけなんだけど、だけどそこに真っ先にこうね、いの一番に無思考に飛びつくっていうのが非常にね、まあ相場の餌食になって、はい、いいかもなんですよ。うん、だから本当ね、勉強してくださいと。ね、僕がこんだけ言ってもそれでもやっぱりね、そういう小難しいことはやらなくていいんだって、って投資信託なんてね、そもそもそういうこと勉強しなくてもね、でそれでもお金儲かるから大丈夫なんだってみたいな、安易なこと言ってる人の意見に流されるなと、うん、この人はこうやって言ってる、楽観的にね大丈夫だよって言ってるから、だから私はこっちを信じるみたいな、はい、じゃあ結果どうですかって、その楽観的なこと言ってる人たちって多分ね大負けしてるんだよ今。うん、そこに気づかないと。だけどね、そういうネガティブなことは言わないよ。うん、だってポジショントークなんだから。今ね、まあ私のね、もともとこんだけあった資産っていうのが、なんとね、こんだけ減ってしまいました。うん、今後もね、どうなるか分かりません。ってこと言ったらさ、みんなほら、離れてっちゃうでしょ。だから、そういうネガティブなことは言わない。うん、だから今、現時点、含み損どんだけ抱えてるってことは言わずに、とにかくね、未来がねって、目先の今の損失とかそういうことは気にしないと。全然ね、暴落してもへっちゃらだと。それよりも先々こうなっていくからって、うん、だから今の現時点での負けっていうのをちょっとはぐらかしてるところがあるんだよね、うん、だから気になるんだったらその人に聞いてみたらいい。今現時点で評価、どれぐらい抱えてますかというふうに聞いたらいいと思う。いや結構食らってるはずだよ、そりゃ売買してないんだからさ、うん、って思います。はい、いやみんなやっぱさ、自分にとって都合のいい話しかしないよ、なかなか、うん、だからね、有名だからどうとかね、その人数字持ってるからとかね、関係ないから。その人はすごくね、なんかよく知ってるとかね、知識があるとかね、関係ない、うん、関係ない。現実はやっぱり今結果どうなのって、うん、米国株の、まあ、特にねレバレッジのかかった投資信託を未だに、今5月でしょ、未だに握ってるっていうのは、僕から言わせればものすごい拙いトレーダーだなって思ってる。拙い、
超拙いあのトレーダーだなと思ってる。だってさ、こんだけ落ちてさ、完全に下落トレンド発生してんのにさ、うん、ずっと持ち続けてるわけでしょ。でそれはね、ちょっと考えられない、僕のトレード手法からするとね。はい、だからめっちゃ後悔してると思うよ。1月のね、あの時に手放した、あの時にね、売り注文本当は入れようと思ったんだけどって。だけど売り注文入れたらね、ファンの人たちにこういう風にいろいろ言われるから、だから、その時はね思いとどまったけど、でもこんなこと言ってられないって、今こんな時期だからね、こんな状況だから、もっと早く12月とか1月にね売り入れときゃよかったって。あ、そんなんたらればじゃん、後から言っても。うん、なので、まあ、結果的にみんな負けてるでしょって、負けてる人の話を聞いてね、うん、先々はこうだから大丈夫みたいな、ガチをしときゃね、何もそんな細かいこと勉強しなくてもいいみたいな、そういう楽観論でお金をね投ずるのはやめましょうと、はい、いうことです。何度言っても分かんないかな、何度言っても分かんないかな、分かんない人っていうのはね、まあ、結果だから叩きつけるしかないですよ。あなただって損してるでしょって、よっちゃんっていう人はね、もう1月ぐらいからずっと言ってたよって、どんどん声を荒げてね、でっかい声で言うようになったよって、目を覚ませと。だけどなかなか目を覚まさなかったと。あの時俺がね、あの人の言うことに従って、もし買わなかったら、買いをねとどまっていたら、思いとどまっていたら、あの時こんなね、暴落が来て、そして損を抱えることはなかったのにって、いうことです。はい、未来のことはわからないんだけどね、だけど、まあさっきも言ったけどね、わからないっていうレベルを上げていきましょうと。そのためにはね、やっぱり、まあ、ある程度の値動きとか、まあテクニカルだけじゃないよ、テクニカルとファンダっていうのは密接に紐づいてるから、はい、だからそういったところをね、まあみんなね、ほら好きなことばっか勉強すんのよ、好きなことばっかり。今ロシアとウクライナの問題がうんぬんかんぬんっていうのは、その人が好きだから、だからそこと株の値動きっていうのをこう紐づけようとする、はい、僕も情報を集めてるけどね、はい、あとはアメリカの中央銀行の FRB っていうのが、まあ、どういう金融政策引き締めをやっていくのかっていう、その動向、はい、僕別に嫌いじゃないし、そこは情報を集めるけど、でもそういうね、皆さんが興味ありそうなものについてはやるんだけど、情報収集するんだけど、だけどチャート見たりとか数字を追っかけたりとか、そういうのはね、まあ一般的には嫌われる。ニュースでそういう話しないでしょ、ニュースで。ここのサポートラインを割り込んだんで下げが大きく加速しましたなんてニュースやんないじゃないですか、はい、一般的じゃないんですよ。だけどそこを知ってる人っていうのは、まあ、トレーダーさんとかねっていうのは、もうすぐ見たら分かるようなことが、やっぱり普通ね、にいわゆるそのファンダしか知らない人、ニュースしか追っかけない人っていうのはやっぱ分からないわけですね、はい、分かんないんだよ結局、だからね、自分の好きな情報、都合のいい情報ばっかりを収集して、自分が苦手なもの、向き合いたくないものは避けるみたいな、まあ食わず嫌いの好き嫌いが多い激しい人、食事が偏りがちな人みたいな人っていうのは、やっぱりね、その投資判断っていうのがね、非常にやっぱり偏ってしまう、いろんな観点で物事を見て、でそこで判断をするというね、そういうものの見方ができなくなってしまうんで、はい、とにかくガチホでね、ほっときゃいいんだよみたいな、下がったら買い増したらいいんだよみたいな、いや本当ね、何回も言うけどね、これね本当後悔するからね、こういうやり方って、押し目買いと違うからね、押し目ってちゃんと調べてくださいね、押し目買いと今のね、その買いっていうのは違うからね、だから今投資信託であれ、 ETF であれ、個別株であれ、米国のね、まつわる、まあ、株式投資、はい、指数含めた株式投資で、今、追加の買いを入れてる人、はい、直近で入れた人っていうのは、私から見たら本当にね、まあ拙いなって、分かってないなって思っちゃう、はい、僕は別に投資をね、このチャンネルで教えたくないし、そそのかしたくないし、みんなに投資しろなんて言いたくないし、むしろ投資をするなするなするなってずっと言ってるでしょ。だって今するべきじゃないもん。すべきだったらすべきタイミングで言うよ。だけどさ、そういう人たちは言うんだよ。いやだって安いとこで買わなきゃ意味ないじゃんって。だけどさ、そういう人たちってさ、売買をしない長期投資家じゃないですか。長期で見てるわけでしょ、長期で。長期だったらさ、別にさ、今がバーゲンタイムとかって、
ね、10年先から見たら、10年後から見たら、今のアップダウンっていうのは、ほんとさざ波みたいなもんで、ね、S&P が4500ポイントだろうが、4000ポイントだろうが、その500ポイントの差っていうのは、10年後の未来から見たら、そんなんさざ波ぐらいの影響力しかないわけですよ。どこで買っても一緒なわけ。なのに、目先のね、今がちょっと安いから、先週よりもさらに下がったから、だから買い増しって焦ってやるって、それさ、超短期目線じゃない？長期投資家だったらさ、別にさ、最高値を更新してからでも全然遅くないよね。4500、600か4800わかんないけど、その高値更新したところで別に、安全に行っても別に問題なくない。うん、何も、その底のところでね、今、買い増しなんだからっつってさ、急いでさ、キャッシュを下ろして投資する必要ないんだって。10年先とか20年先を見てる長期投資家だったら、うん、だからさ、都合のいいことばっかしか言ってないんだよ結局。うん。ああ言えば、いやこれ長期だからって言ったりとか、うん、いや長期なのって、なのにじゃあなんで短期の見てんの、短期のそんな値動きとか見てんのみたいなさ、いう話だから、だからね、もう本当にね、騙してるわけじゃないんだけど、はぐらかされないように気をつけましょうと。発信者にも別に悪意はないしね、むしろ善意でみんなに伝えたいって気持ちでやってるのを僕はわかる。その投資信託なり ETF なりをね、善意の気持ちでやってるのはすごくよくわかる。みんなね、悪意で騙し取ってやろうとかそういうつもりでやってない。だけど、それに、そそのかされちゃう。だから発信者もわかんないんだから。僕だってそうだけど、未来のことわかんないのに。だけど可能性考えたら今本当に危険だから、一括投資とか、うん、大きく買うのはやめてください。はい。マジでやめてください。以上です。